JFE スチール、下製造所出入り口 JFE スチール、下製造所は、日本の大手鉄鋼メーカー、JFE スチール株式会社が運営する工場で、ある。愛知県半田市に位置する。西日本製鉄所、東日本製鉄所に次ぐ JFE スチール3番目の、拠点である。敷地は、木浦港に面し、半田市川崎町1丁目から4丁目、下郡竹豊町七号地。 九号地にかけて広がるが、製造所の所在地は、半田市川崎町一丁目一番地とされる。地田製造所は、環状の鋼、すなわち、交換の生産拠点である。様々な種類がある交換のうち、電報交換と、継ぎ目無交換の2種類を生産する。j f e スチールでは単接交換や、アーク溶接交換も生産するが、地田製造所では生産していない。 また、圧縁作業に使用されるロールをはじめとする、鋳造品の生産も行う。鋳造品を生産するために、原料の鋳鉄を溶解する、電気炉は、持つが、交換の素材となる、半製品は生産していない。西日本、東日本両製鉄所は航路をはじめとする、生鮮工程や時工程の成功工程を持つ、図工一貫製鉄所だが、地下製造所はそれらを持たないため、 交換の素材はそれらの製鉄所から供給される。なお、電気炉があるため、わずかながら、素この生産がある。JFE スチールは2003年に、川崎製鉄と日本交換が統合して発足した企業だが、地下製造所はもともと、川崎製鉄の工場である。開設されたのは、川崎製鉄がまだ、川崎重工業の鉄鋼部門であった1943年の、 ことで、戦後の1946年から鋳造品の生産を開始した。しばらく鋳造品の生産拠点であったが、1961年から交換の生産を始めている。ありがとうございます。